岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは自然災害から命を守るために防災情報の活用。自然災害から自らの命を守るためには台風や大雨が予想される場合など気象台が発表する情報に注意することが必要です。また災害が発生する恐れがある場合、市町村から立ち退き避難や屋内安全確保など適切な避難行動を取るための情報が様々な方法で地域の皆さんに発信されます。気象警報などの防災情報はテレビやラジオのほか、インターネットやスマートフォンアプリなどでも入手することが可能です。また災害が発生する恐れがある場合に発令される避難勧告等の情報は防災行政無線やコミュニティ FM、エリアメールで伝達されるほか、テレビ画面に字幕で表示されるなど様々な方法で住民に伝達されます。今年の県総合防災訓練は昨年の台風第10号災害の教訓などを踏まえ、大雨による洪水災害を想定し、広域での避難訓練や避難所の運営訓練などが行われました。割と聞き取れて返すことができました。人を助けるのは大事なことだと思う、いいことだとは思います。本番の時に備えてちゃんと大事な訓練だったと思います。今日学んだことをいつまでも心に留めて、いざという時に行動できる大人になりたいと思います。自らの命は自らが守る。そのためには気象情報に注意し、また積極的に情報収集することが大切です。さらに市町村が発令する避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示は命を守る上で非常に重要な情報であることから、これらの情報が発令された場合には速やかに避難行動をとってください。自らの命は自らが守る。災害発生時に適切な避難行動が取れるよう日頃から災害に備えましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。